するのは、皆さんこんにちは。もーちゃんの愛車が届きました。今日は注文していた車椅子のご紹介をします。待ちに待った車椅子、開けてみるとまるっと綺麗に梱包されていました。もーちゃんの選んだ車椅子は黄色い車椅子。もーちゃんは毛色が真っ黒なので、兄弟たちの家族と相談しみんなで決めました。もーちゃんのこれからの万世お世話になる車椅子、医療器具のような車椅子よりとってもキュートでカラフルなものを選びました。完全オーダーで作っていて、アフターフォローも充実しています。調節もとても簡単にでき、しかも低価格、病院通いもあるのでとてもありがたいです。早速開けてみましょう。うわお、めっちゃめちゃかわいい。とっても鮮やかな黄色い車椅子。もーちゃん、気に入ってくれるかな？誰の車椅子って感じですね。もーちゃんの新しい車椅子だよ。少し戸惑った様子ですが、早速乗ってみよう。うんパパ、改造のピコピコ号からいざ新車へ。ママたちも歩いてくれるかドキドキです。後ろ足を乗せるところに輪になったクッションがついています。前側と首の後ろ側のベルトをカチッとして、ベルトの長さを調整していきます。後ろ足の下の足袋はオプションで購入しました。できました。納車完了です。さあ、もーちゃん歩いてみて。あららら、いつもと違うからか、じっとしたまま歩いてくれません。もーちゃん、歩いてみてよ。お友達のホル兄ちゃんをママが抱っこしたら動き出しました。やりました。しっかりと歩けました。ホル兄ちゃんは少し抱っこされるお手伝い。 Uターンもうまくできています。もーちゃん、やったね。ホル兄ちゃん、お手伝いありがとう。天使の車輪さんの車椅子にはとっても丁寧な取扱説明書と調節に必要な木格レンチも付属されています。手書きのお手紙もあり、とても嬉しかったです。これからずっとお世話になる車椅子、もーちゃんと仲良くなってくれますように。前側のベルトを外したら、車椅子をつけたまま癖ができました。もーちゃんのように車椅子が必要になったワンちゃんにおすすめです。お洋服のようにとっても可愛い車椅子、一度ホームページを覗いてみてね。
Oh,